ようだけに。美術館。うわー、結構広そう。現代アートの美術館、まだできてそんなに経ってない？いきなり奈良さんだ。顔がすごい優しい奈良さんの守り犬。と思います。すごい、ありがとうございます。違う、来ましたごめんなさい、はい、お願いします。お願いいたします。新山さんです、はい、いただきます。もうね、大満足のお寿司でした。美味しかったです。美味しかったよね。美味しかった。結構するんだよね。一緒に釣り。好きだね、釣り。もう釣り好きだよね。釣り好き。ちょっと音？桟橋でやるのはでも初じゃない？初かも。ねえ、何釣れんだろうね。結構いる人が。この辺は方に。釣りだ。地元で釣りだ釣りだ。やった！何これ、すごい、さゆり、すごい、今の感じで黙ってますけど、え、わかりました、釣れたらあげる、すごいすごい、釣りました、タナゴ、本日一匹目です。いいですね、釣れた釣れた、高級魚宮崎三代。今日はお父さん登場、ヤハルパパです。パパにえっとちなみに今日お父さんが着てる服は今年の父の日にあげた全身アジアに、あの美術館先で、うん、もういいな、こちらドリンクメニューですね。アルコールのご注文ございましたら、はい、近くのスタッフまでお声掛けくださいませ。はい、ありがとうございます。うん、どうも今日ありがとう。いえいえ、ありがとう。あ、ちょっと部屋です。今日も最高なん
夏休みでも釣りして、で今から釣りしたあの釣ったサヨリをこのホテルの、料理長さんがあのちょっとアレンジしてお料理してくださるってことで、皆さんも多分やってくださるね、多分あのオーダーしたらできるそうなので、皆さんもやってくださってきました。すごいですね。今日どのぐらい釣ったんですか。今日2時間で釣りました。8匹ぐらい。素晴らしい。1匹も釣れないんで。いや。朝からばっかりやると釣れないんで。結構浅いところで釣れたんですよ。素晴らしいですね。深いところで釣れないから。素晴らしいですね。教えてもらったんですよ。全然釣れなかったら。教えてもらって。ありがとうございます。いただきます。天ぷらにしてくれて、魚をいただきましょう。牛よ。いただきます。ふわふわしてる。おいしい。やっぱり新鮮だからだね。臭みとかもないしさ、美味しいね。これしたらもう明日も違うみたいな。もうこれで明日が違うから、もうでもあのことなのに、あ、覚えてる。これが餅がいいからね、明日の朝起きてもこの、すごいと思う。自分で乾かしたらこうだな。コアマジック。あー最高。海にアワビ、つぶ貝、そして海をバックに、この海の磯の香りもいい味わいですよ。めっちゃ贅沢だ。アワビだってすごい、こんなにゴロゴロ乗って。いただきます。おーおいしい。ずっとポリポリ。わあ、最高。ウニも行こうかな。いただきます。これ、また粒貝。生粒貝。美味しい。まあ、最高。美味しいだから。私が青森県で一番大好きなおすすめの温泉、不老不死温泉到着。最高。あそこが温泉。もう海を本当にこんなギリギリの波打ち際、目の前の温泉、あそこに入れるっていうね。
いや、室伏温泉最高でした。最高だったね。海が本当目の前、こんなギリギリ波打ち際のところにまさか源泉のさ、お風呂があるっていうのを、いやもうこれは青森の宝の温泉ですね。めっちゃ入ってほしいね。最高でした。皆さんも来てほしいです。ぜひ来てけろ。青森に来たら絶対に食べるこのイカ。ちょっとコリコリしない？最高。青森に来てます。皆さんもぜひ青森に来てけろ。